皆さんこんにちは理化学研究所計算科学研究センターセンター長の松岡です本日は我々が10年間にかけて開発してきてまさに稼働が始まっているスーパーコンピュータ富岳これは世界で最初のエクサスケールのスーパーコンでありまた世界で最も汎用性が高い高性能スーパーコンピュータでありますがこちらの説明と これがどののような新しい未来をもたらすのか特にコロナウイルスこちらの前に対してどのように貢献していっているのかこれを説明したいと思います。まずその富岳という名前これはもちろん富岳は富士山の別名なわけですけれども別称なわけですけれどもこれは我々がスパコンに対して抱いている2つの性質これを同時に満たすこの理想像を表していますま。つは まあ富士山というのは日本で一番高い山ですから非常にピークが高い性能が高いとまあそれによって今までは解決できなかったそのような新しいいいい科学的的問問題題をを解解決決しししててくく社会そのような意味合いがありますしかしながら富士山はさらにまあ単独法としてですね非常に広い裾野を持っていてまあですから非常に美しいわけですが同様にスーパーコンピューターも非常に広い裾野を持ち 一部のアプリケーションや科学者だけではなく多くのユーザー多くのアプリケーションエリア多くのプログラムそれらが動いて社会貢献していくとこれは非常に大事であるというふうに我々は捉えていてその意味を込めて富岳と名付けましたで富学というのはですね今まで構築された歴史上のスーパーコンピューターの中でも ももももちろん最最高速でですすがさらに最も大きいものでありますしかしながら我々はその大きさだとか単純に大きさだとかベンチマークでの速さを目的として富岳を開発したのではありませんむしろ富岳はアプリケーーションファースト別に1位にそのようなランキングのこだわりではなく先ほどの富岳という名前が表したように 非常にすそ野の広いアプリケーション分野において非常に高い性能を示すとそれによって社会問題を解決していくとそのようなアプリケーーシションンファーストのの精神でで作られたそのようなマシンですしかしながらそのためにはいくつかの性質を満たすす必要がありますで例えばこの富岳の前,まあ前身はですね軽コンピューターだったわけですけれどもその軽コンピューターは非常に大きいマシンでしたが しかしながら、K、をたただだ単に進化させただけではこの富の性能要件は満たせないとそれが分かりましたで,そので我々は今までと比べてもはるかに画期的に早い CPU を作らなくてはいけなかったでさらにその速さだけではなくてですねいろんなアプリケーションが動かなきゃいけない例えばそうするとスマホでですね LINE は動いてますけどその LINE のアプリケーションすら動かなきゃいけないと。 そのぐらい汎用性がなきゃいけないというふうに我々は思ったわけですで、このようにですね、高い汎用性と非常に高い性能および当然ながら高い省電力性能これを満たすのは大変難しいわけですがこれを可能としたのはまさにいわゆるムーンショット的な開発体制です我が国のサイエンス・オブ・コンピューティング計算の科学ですね いわゆるコンンピュータサイエンスの分野特に高性能計算の分野とサイエンス・バイ・コンピューティング計算による科学それらの莫大な計算パワーを使ってどのような問題を解決していくのかどのような科学的な分野を推進していくのかこれらの全日本のコミュニティが一緒になって例えばアメリカが1961年にケネディ大統領のスピーチで月に行くといってものすごく高い目標を掲げて国家プロジェクトで10年後に月に行ったように。 我々は2010年富岳の発構想から10年間かけて日本のスーパーコンピューターのコミュニティが一堂に会して一緒になって富岳を開発したわけです。でその性能というのはですね一個一個の CPU の性能は最新の他のサーバーの CPU と比べても HPC のワークロードに限っていえば3倍の高性能と3分の1の省電力これを示します。 でさらに AR の ARM の CPUARM の命令セットを理解する CPU で、まあ、要するに皆さんが携帯とかですねそのいろんなタブレットだとかそういうデバイスで動いているもの最近 ARM の PC も出てきましたけれどもそのようなものと全く同じ命令が動きますからプログラムが動きますからですので、まあ、Linux も動くし Windows も動くし PowerPoint も動くし、まあ、LINE のアプリも多分動くとそのような汎用 CPU ができたわけです。でさらに 富の構想が始まってからですね AI 等の新しいアプリケーション分野が流生してきてそれらに対する加速性能を達成すするハードウェア機構も入れてありますでこれが集まった富岳というのはまあ後で述べるように何百ペタフロップスさらにエクサスケールと呼ばれる性能を示すんですがまあそれだと分かりにくいので皆さんがもちろんスマホに換算すると大体2,000万台分ぐらいに相当します。 あるいは例えば LINE とかはそのバックヤードの方は構成のサーバーが担当しているわけですけどクラウドの中で担当しているわけですけどそのサーバー数でいえば30万台相当にてきますこれらはそれぞれまあ偶然ですが日本で出荷される1年間に出荷される台数とほぼ一緒です。ですので富岳が23台あれば日本の IT 全てをカバーすると言っても過言ではないということができます。 で先ほど述べたようにです、ね、富岳というのは10年間かけて研究開発を行ってきました10年前というのはですねちょうど軽コンピューターができるもうすぐ稼働するとそのような時ですでいわゆるあの仕分けとかもあって機器もあったわけですけど無事稼働ししかしかながらその頃から我々は次のマシンのことを考えてプロジェクトを開始したわけでありますでその後ですねいろんな右翼曲折を得たんですが幸い 2020年富岳の設置は完了しまだまだ、まあ、ソフトウェアの開発がまだあるので正式稼働は来年の4月なんですけれどももうすでに設置が終わっているので先行的なアプリケーション特にコロナウイルスに対する対コロナウイルスのアプリケーションですねこちらに関してはもうすでにさまざまな形のものが稼働して世の中の役に立つということがすでに実現されています。 で先ほど述べたようにです、ね、この富岳の成り立ちというのは、まあ、アプリケーションファーストのいわゆる高デザインでしか成り立ちえなかったとつまり例えばですねそこにその2020年ぐらいちょうど富岳ができる頃の CPU をただ単に買ってきてそれをスパーコンに入れてっていうのでは到底成しえないと、まあ、そのようなメトリックが我々は分かっていたので先ほど申し上げたようにアプリケーション分野とコンピューターサイエンスの分野が手に手を取り合って研究開発を進めてきます ました。で特にそのその時にですね、私どものセンターが中心的なその分かりを果たしたわけでありますで特に目標としては100倍の性能向上を果たすと K と比べて最大100倍いろんなアプリケ重要なアプリケーションで100倍の性能向上を果たすというのが大きな目標となりましたこの100倍というのも決してただ単に100倍という数字だけではなく実際にアプリケーションの分野の人たちが自ら次のブレイクスルーを達成するには 100倍ぐらい早くなきゃいけないというところで出てきた数字であります。で、その結果出てきたのはですね、あの開発されたのが A6FX と最新の CPU です。まあこれはですね、あのまあ国家プロジェクトとしてかなりさまざまなリスクを負った開発をしました。最先端のテクノロジーを開発したり、ないしは採用したり、従来の CPU では使われないような新しいテクノロジーを世界でいち早く採用したり開発し、 それによって高性能というのを達成しています。でこのエイロコン FX という CPU のことをですね、まあ、こと細かく書かるとこの講演時間が過ぎてしまうので、まあ、大体大まかなことを申し上げるとこの CPU は、まあ、いわゆるメニコアの CPU なんですけれども2つの性質を同時に兼ね備えている、まあ、キメラのような CPU であるというふうにも言えます。一、まあ、つはですね いわゆるメニコアのアームの CPU、まあ、全部で48プラス OS のための2コアないしは4コアがあるので全部で50から52コアあるんですけども1一個1一個ア ARM の命令セット A864 を理解するかつ若干拡張化してあるコアなので普通のソフトウェアが動きます。でまあ1個1個のコアもそれなりに速いわけですね。あの普通のいわゆるサーバー系の CPU とまあ同程度か、まあ、ちょっと遅いかまあ同程度ぐらいの速度が出ます。 ですのである意味ではこちらは普通の CPU であると思い,います。まあ、コアがいいっぱいありますけれども、まあ、普通の CPU しかしながら同時にですねこれはコアおよび全体のメモリーのサブシステムがいわゆる GPU だとかベクトルスーパーコンピューターのアーキテクチャも踏襲しています。ですので通常の CPU と比べると GPU だとかまあその昔の旧型のその ベクトル型のスーパーコンピューターのようにものすごいメモリー帯域やネットワーク帯域を持っていてそれによって莫大なデータをストリーミングしそれに一個一個の要素にベクトル処理を行うとこのような機能を兼ね備えています。しかもそのベクトルというのはいろんなまあ現代ですからいろんなデータタイプ HPC 用だけじゃなくて AI 用のデータタイプなんかも兼ね備えているわけですね。でこれらによってですね この CPU というのはある意味ある全く普通にプログラミングするときは普通の CPU として。しかし、ながら例えばこの多くの HPC や AI の処理のようにベクトル処理が必要なときは全く同じコアでベク高性能なこうあの高帯域のベクトル処理を行えるとそのような CPU になっています。これによって g p CPU とまあ GPU のようなですね高性能というのを達成できる。決して GPU が中にはベッド入っているっていうんじゃなくて一個一個のコアが CPU と GPU の両方の性質を兼ね備えていると,と言ってもいいと思います。でさらにですねそれを一個それらのコアをですねあのメモリーのサブシステムないしはオンチップネットワークで非常に高帯域に結合しています。この辺りが普通の CPU とやっぱりかなりつ作りが違うんですね。まあ、例えば最近のメニコアですとコア感っていうのはコア感をリングバスで結んだりないしはメッシュトポロジーの、えーねえー、オンチップネットワークで結んだりしますけれども。 このチップの場合は CMG という4つの区四十八か十二個ですねかける四の区分に分かれていましてその区分はリングバスで結ばれているんですけれどもその CMG の中はですねあのこの図のように,もう完,全にクロス完全にクロスバー結合をしていますまあこの辺ですねアーキテクチャのお分かりの方はこれがいかに高帯域特にそのキャッシュコーレントな動作をするときにいかに高帯域な 勝利を可能にするかということが終わりかお分かりかと思います。で、それと同時にですね、ネットワーク、特に今回開発した後ノベファンス、トー D、これらのこのようなネットワークがですね、実際にこのチップのそのバスの中に、チップのそのインターナルバスの中に接合してあって、PCI を経由して接合しているわけじゃないわけですね。ですからこれによって高帯域と非常に低い0点値を実現しています。 でまあ、この辺りはですねあ,の、まあ、あんまり詳しく申し上げませんけれども非常にあの全体とチップとしては全体としてその何十テラバイトの帯域というのを内部的には持っています。で外部に対しても1テラバイトパーセカンドのメモリー域をですね持っているわけです。でさらに富岳、ね、の,の場合これを16万個ぐらい集めて富岳になるので。 一個普通の CPU 例えばコンスティーマーの CPU の信頼性では全く役に立たないわけですね。で、まあ、富士通は長い間メインフレームを作ってきたので一個一個のチップにはメインフレーム級のラスが入っています。これ,はこれもですね軽、まあの時代から同じ機構があったんですけど軽の時代のデータからはですね普通上の例えばよくサーバーで使われている CPU と比べても4倍から10倍ぐらい信頼性が高いと。 これによって16万個集めても1個のプログラムも最最最一番ベストのケースではすね16万個同じソフトを動かしても動くとかつフォルトが起きないとそのような高信頼性を達成すするわけで,すでこのようなその構成によってもちろんあのベンチマークでは非常に速いんですけども、まあ、こちらにあるようにあのこ,のこ,のこれは何を比べているかというとあのよくあるんです、ね、あの高性能な汎用サーバー しか,しかもかなりハイエンドなものとですね。えー、こっちらの A6FX One チップ、あのこのハイエンドのサーバーの方はツーチップのよくあるサーバーというのはデュアルソケットなのでツーチップですね。だこれは2のツーチップのサーバーと A6FX One チップを比べています。でこれの場合はですね、あの電力省あの省電力性電力あの電力性能を比べています。しかしながら速度も同じようなグラフ、ほとんど同じグラフになるので今回は割愛しましたが全く同じような感じ感じになります。 であの実際の速度はですねあのごめんなさいこちら速度の方でこの速度の方ではだいあの2チップに対して同じかないしは大体64割速いとすなわちチップあたりの性能で比較しますと大体3 2倍から3倍以上の性能になります。で左側にあるのはあるオープンフォームだとかこちらの方アブニットこれはですねいろんな分野の HPC のアプリケーションですね。エンジンでですののこれらの アプリケーションでいろんな計算パターンを持っているんですけどもあらゆる計算パターンを持ってきても汎用 CPU と比べて2倍から3倍速いとで同様に3倍省電力であるとということが計測されていますでそれをですねさらにこのように高密度実装します。普通のデータセンターとかですとあの1個のラックの中に大体 1U で、まあ、1 n ードとか、まあ、最近もうちょっと高密度も出てきますけども。 だいたいまあ80からまあ40濃度80チップからまあもうちょっと最近あの大の密度が高くなっているやつだとまあそれが倍ぐらいになると思いますがこれの場合はですねさらにその倍以上1ラックの中に384濃度これを詰め込みますですから1個1個のラックというのは大体ペタフロップス以上の性能になりますでこれをこの密度を実現するのにまあ完全推冷にしてまして で、そこに、まあ、これあの、ツーノードの構成になってますけれども。このようにブレードがあって、ブレードが192枚刺さると。そのような構成で、ワンラックが出来上がります。で、このようなラック構成が、非常に大事なのは、このインターコネクトに関しても、この非常に高性能だからなんですね。で、特に、これは、あの、あの、まあ、あの、豆腐というですね。あの、こちらの構成の版は、あの、六次元メッシュトーラスの、ネットワークというのを備えています。 で、さらにあの右側の図にあるようにですね。あのこのネットワークというのは、そのいわゆるディーエムコントローラーがネットワーク。あのオンチップに直接接続しています。ということは、これは何ができるかというと、ネットワークに詳しいこは、方はやってきたパケットを直接 l2。キャッシュに入れるなどのキャッシュインジェクションとかができるんですね。これによってものすごい。0点 c の低いネットワークが可能になります。 で具体的にどのくらい低いかというとですね、まあ普通の例えばイーサネットのまあ 10G とか 40G のネットワークですと、まあそうは言っても数十マイクロ秒かかるんですけども、不活の場合は豆腐の場合は最短で0.5マイクロ秒です。ですからだいたい数十まあ数十倍から0分の1、数十分の1か100分の1のレーテンになります。帯域もですね、だいまあ計測していてだいたい40ギガバイトパーセック近くまでいきます。ですからまあだいたい400ギガビット級の ネットワークですね普通例えばデータセンターですと一つのデータセンターの中から400ギガビットが何本出るかとか、まあ、最近はテラビットが出るとか何本出るとかそういうふうになってますけど富岳の場合は16万の濃度全ての一個一個の濃度から400ギガビットが出ていて全数結合されていると。ですので富岳全体のネットワークの帯域,というあのあの帯域はですね Google だとか Azure だとか アマゾンだとかそれらのいわゆるハイパースケーラーも含んだ全世界のデータセンターを全部集めて何百もありますが全部集めてその中のトラフィックよりさらに10倍さらにその10倍の容量ネットワーク容量が富岳では達成されていますま。そののくらいいスーパーーーーパコンピューターネットワークというのは高容量だけで,すねでまあこれがその富岳の,の16万個集まった地底環境の15万8,976のものなんですがそれの。 性能ですまあ細かい数字はですね、まあ、画面を止めて見ていただけるとしてですね大事なことは、まあ、6 4ビットですと大体500ペタフロップス程度なんですが単、えー、精度ないしは半精度にするともうエクサフロップスを超えてるわけですねでそれだけではなくてメモリ帯域いいうのも100ペ,150ペタバイトパーセカンドを超えていますでこれらは今までのスーパーコンピューターと比べても数倍ずつ絶対性能として、まあ、カタログ性能ですけど速いわけですね。 問題はこれが実際にアプリケーションやベンチマークになったらこの性能が活かせるかということですけれどもこの6月にですね ISC2020 とこれは毎年ドイツでフランクフルートで開催されてそこで年2回スパコンのランキングが発表される方の前半部分が発表されるんですけれどもそこにおいてあの富岳というのは1個のベンチマークよく新聞に載るトップ5がくと1個のベンチマークだけ,だけではなくて全てのベンチマークで 世界一を取りました特に HPC のベンチマークとしてはトップ5役だけじゃなくて HPCG と新しい、まあ、これは詳しい方はいわゆる共学購買法ですねそれのベンチマークで、まあ、あのどちらかというとものづくりとかむしろこちらの方が大事なわけですね。であと AI のコ,アあのコンボリューションネット、まあ、詳しく言えばコンボリューションカーネルの絶対的性能の代表感覚である HPLAI だとか。 あとビッグデータこれはグラフ予約ですねグラフ処理この場合は幅優先探索を巨大なグラフで行うわけですけれどもこちらの方ですべて世界一になりましたしかもその世界一というのがどのくらいかというと例えば HPLAI では1.42エクサフロップスを達成しかつ2位のその他の例えばアメリカや中国の従来のトップスパーコンと比べても大体3倍近くから5倍近くの性能差というのを達成しました。 でこれは非常に大事なことでこのすべてのベンチマークで一位にならないと我々がアプリケーションファーストと標榜して作ったマシンではないわけですよね。まりもしアプリケーションファーストだったらすべてのベンチマークベンチマークというのはアプリケーションのそれある側面を代表しているのですべてのベンチマークで一位にならないとおかしいわけですね。ですからもし仮にですね突破逆で一位になったけど他ではランクは低いだとかダメだったら我々の開発は失敗していたことになります。 幸いですね。あのすべてで一位になり、かつ圧倒的な差をつけたので。これらの、いわゆるプリエクサスケールマシン、例えば、こちらアメリカとか、中国のマシンは。エクサの一歩手前のマシンと言われますが。それらを数倍引き離したので、まあ、われはいわゆるエクサスケールのマシンと言っていいと思います。はい、ちょっとわしですね。で、このようにしの、まあ、性能は、まあ、すごいぞと申し上げてますが。しかしながら、汎用性という意味でも富岳というのは。いわゆるアームサーバーですから。所詮は富岳の。 そのユーザーからのビューというのはですねでっかいアームの Linux クラスターそれ以外の何物でもありません。ですのでこちらの左側にありますようなまあこれはあのスーパーコンピューターのよくあるソフトウェアスタックでしたコンパイラーからデバーガーのツールからいろんな言語並列言語だとか並列ライバリー構成の数値計算ライバリー等ありますけれどもまあこれ,これだけではなくてですね OS は例えば RedHat の普通の RedHat t e タープライズが動いて。 でクラウドのソフトウェアスタックも実際に動いて、富岳でも動かすようです。ですから、オープンスタックだとかです、ね、クバネ t ティだとか、そのようなものを動かし、その上に例えばデータアナリティクスのエンジンも動かし、であの下の方では KVM だとか、センギュラリティ等のコンテナおよびバーチャルマシン等のテクノロジーを動かして、まあ、仮想化を行うことによって、非常に運用の汎用性を上げると、そのようなことを行います。でですので これらののススパコンのソフトウェアスタック従来型のスパコンのソフトウェアスタックと現代のクラウドビッグデータ系 AI 系のソフトウェアスタックがこの富岳の上でまさに共存するわけですね。でその共存が非常に自然に行われることでまさに富岳というのはシミュレーションからビッグデータさらに AI こちらで非常に強い力を発揮し得るわけです。ただし AI はですねあとで述べるようにちょっと難しいところがあるのでそれは後で述べます。 でさらにです、ね、その汎用性は高いのでいろんなあのさまざまないわゆる ISB のアプリケーションがありますけれどもこれらは、えー、もうすでに動いているかないしは各 ISB の会社がポーティング中です。でさらにこれらの,あのアプリケーションをですねクラウド経由でアクセスできるということでさまざまなクラウド業者まあ大きいところから HPC 専用の小さいところもいろいろあるんですけれどもさまざまなクラウド業者と我々は連携してですね これらのサービスをですね HPC のクラウドサービスも従来型のサービスと連携する部分をですねクラ,ウドとしクラウドサービスとして提供してこれは全ての富岳のユーザーに提供してまさにクラウドなエコシステムの一部として開発ができるとそのようなことを予定しています。でさらにそれができるとですねこちらの、まあ、これは商用機でプラ i h p x これはのフリー2の商用機ですけれども まあ左側はあの富岳と同型機でこれは非常に高密度なスパーコン実装なんですけれどもこちら右側にあるのはまああの表示ちょっと隠れてますがえ普通のサーバーのフォームファクターでこれは空冷のものになりますでかつあのネットワークもですね豆腐じゃなくてあのインフィニバンドだとかまあ必要であれば 10G100G 10とかですねイーサネットをつけることができます。でこのように汎用の,のフォームファクターは HP クレーシャーアメリカの HP クレーシャーも開発していて。 今です、ね、富岳というのはその、まあ、専用版ですねあのいわゆるスパコンのフォームファクターとしての FX1000 富岳の同型機も何か所か入っていますがのロケーションとしてはですねその設置されるロケーションとしては、まあ、小型機から中型機が多いんですけれどもこちらのコモディティのフォームファクターで普通のデータセンターの,あの、まあ、これ 2U のフォームファクターですが 2U のラックサーバーとして入っていくというのが非常に増えています。 でさて AI なんですが、まあ、先ほど AI というのはちょっと頑張んなきゃいけないと申しましたというのはその富岳はですねそのま,あそのまず潜在的な性能としてはその世界トップの、AI、マシンとなり得るわけですねでなぜかというと一個一個の CPU にはさすがにマトリックスエンジンはちょっと詰めなかったんですが一応あのいわゆるベクトル系の拡張はしてあって、まあ、ミッドレンジの GPU ぐ,ぐらいの性能というのは 持っているわけです特に FP16 とかですね宿題あのイントアチタとかよく AI でのディープラーニングで使われるような精度の演算というのも直接サポートして非常に高速になっています。でさらにですね最近の大規模な AI というのは、まあ、あのいわゆる HPC にもなっていてスーパーコンピューターを使って特に学習とかスーパーコンピューターを使って学習するというのがもう最,もう最前線最先端なわけですね。実際マイクロソフトなども つい先日ですね世界でトップ5に入るようなスーパーコンピューターをマイクロソフトが自らの AI の AI たために導入ししよとということをプレス発表しましたでまあそれは中身は GPU と CPU とマシンなんですけどもそれを Azure のデータセンターに入れて彼らの AI の開発に使うわけですね。このようにもうトップの AI の開発というのはもうスーパーコンピューターなしには不可能でかつそのスーパーコンピューター自身が AI ケーパビリティが以外にも高くなくてはいけません。 で今述べたように富岳というのは一個一個の CPU もそれを接合するネットワークというのも非常に高速なので非常に大規模な学習というのがデー的にには可能になりますでその要領を示したのはこちらで例えばこの上の方はですねこれあの式語に入っているインフラは何ともしようがないのでこれらは公の例えば三層研とか大学のスパーコンセンターとかですね 国家の肉頭の,のような国立研究所や JOTA とか大学のスパーコンセンターに入っているでっかい GPU マシンでかつ AI を非常にサポートしているとそのようなマシンの一覧です。でこれらを全部足し合わせてもですね私この中に私が作ったつばめとか ABCI とかそういうのも含まれてるんですけどもこれらを全部足し合わせても今アメリカのオークリッチ国立研究所にあるです、ね、サミットと比べると数分の1しか容量はありません。 しかしながら富岳はですね、これを全部組み合わせるあのこのサミットと比べてもですね、数倍の AI の特にディープラーニングの処理能力というのを原理的には持っています。問題はですねこのパワーをどのようにユーザーが使えるようにしてどういうふうなアプリケーションに使っていくかということなわけです。でまあそれで研究チームがあうちのセンターに割りまして。 何をやらなきゃいけないかというとまあ富岳の上でさまざまな例えばその学習やるときにその10万濃度で最大トレーニングできるというふうにするにはどうすればいいかということですね。でそのののためには一一、ね、個1個のまずその各ノードでのトレーニングというのが非常にに高速に行えないといけませんでこのためにはですね例えば GPU の場合は NVIDIA 社がずっと長い間苦労してもちろんアーキテクチャも向上しましたけど QDNN という非常に高性能な AI 用のライブラリを作って パイタッチだとかテンサーフローだとかそういういわゆるあの AI のようあのディープラーニングのフレームワークはその演算を実際に行うときはそれらの KDNN の機能を呼んでですね高速化というのを果たしています。で同様のことを A6 や FX で行わなきゃいけないんですがそれは開発というのはすごく大変なわけですね。でそれができたとしてもですね例えばあのでっかくなるでっかいそのトレーニングを行うために並列化を行おしな行わなきゃいけないのでその並列化のためのサポートも必要になります。 でさらに大きいトレーニングを行うということはネットワークが大きかったりデータセットが大きかったりする場合がほとんどなわけですね。ですので非常にメモリーを食うわけですけれども、ところばところがその一個一個のその GPU だとか一個一個の英六円 FX のメモリーというのは限られているわけですね。英六円 FX だと三十二ギガバイト、まあ最先端の GPU でもまあ十六から四十八ギガバイトこの間なわけです。で大きいネットワークだとか 大きいデータセットを入れるともう全然それがはまらなくなってくるわけですねですのでそれをどう対処するかでさらに難しいのはですねこれはどうやってまあ、こう収束性の問題でこれはもう専門的になるのでここでは申し上げませんけれどもそのように非常に大きい並列性を達成するとですね今度は収束しなく学習が収束しなくなると原理的にですねそういう問題が出てきますこれをどうやって収束させるのかというようなまあ数学的な話も出てきます でですねまあ、我々はさまざまな研究を行ってこの富岳上で世界最大規模の AI の学習を行えるとこのようなフレームワークを今作っています。で一番下はですね富士通や ARM 社と一社の共同でアームあのいわゆるですねあの、まあ、インテル用に作られた DNNL 今は 1DNL という名前になってますけどこちらをですね ARM 用に改変しおよび最適化したものを フィツールドと一緒に開発しています。で、これによってですね、あの例えばインテル用のパイ処理だとか、インテル用のあのテンサフローだとか、そのようなものは ARM 上にもちろんコンパイルすればそのまま動くわけですけど、その下のライブラリーも ARM 向けに最適化された One DNA のライブラリーが呼ばれるので、非常に高速な実行が可能になります。で、かつスケーラブルな実行が可能になります。で、実際ですね、あの我々はあのいろんいろな 電池マークを、まあ、開発はです、ね、かなり進んでいて、まあ、あの開発バージョンというのはにオープンソースになっているんですけども、まあ、これらでその学習の性能等を測,る測ったりです、ね、そのスケーラビリティを測ったりすると例えば学習性性能能ででえばミッドレンジのの GPU ぐらいいがすすに出ていますでかつ非常にスケーラブルでこちらが書いてありますように、まあ、ここでは2468というふうに濃度を増やしていきますけど濃度を増やしていくとそれだけ学習の速度というのはリニアに上がっていきます。 でさらに増やしたらどうなるのといういろいろ難しい話があるんですが今までで最大で2万ノードでののの学習のスケーラビリティというのというのを観測していますですのでこのような非常に大規模なですね学習を富岳では行うことによって今まではできなかった AI のトレーニングができるようになります。でさらにその富岳上では HPC 普通のシミュレーションも動きますからこれを有効に組み合わせることによって HPC と AI の融合で 新しいいデザインをやっていくと例えばシミュレーションで車の新しいデザインを作っていく時にさまざまな形状を考え出してそれをシミュレーションして最適化していくわけですけれどもそのプロセスをですね AI と HPC が共同して行っていくとそのような新しいデザイン新しいものづくり新しいタイプのエンジニアリングというのが可能になります。でまあ,あのちょっと時間がないのでスキップしますけれども例えばですね この車の空力これはいろんな意味でその空力というのは大事になります一つは非常にこの燃費のために空気抵抗が少なきゃいけないとでもう一個は例えば横風が来た時に不安定にならないようにしなきゃいけないでさらに見栄えも良くなきゃいけないわけですね車というのは見栄えないと売れないとしかしこれらの要求というのは微妙に形状を変えるわけですねで必ずしも同じあ,のあるものに最適なものは別なものでは最適ではないと。 ということになりますですので我々はいろんなあの普通人間ではそれを一生懸命こうデザイナーがですねちょっとずつ昔はクレーモデルを一生懸命削って風洞にかけてとかそう,う非常にこう時間かかることをやってたわけですけれども今はですねそのような空,空,、うん、空力的な条件を入れてさまざまなデザインを発生させるだけではなく人間の美しいそのような感覚も AI に入れてしまって。 すべてにおいて最適化されたデザインというのを自動合成するということが可能になってきてしまいますすなわち人間の美的感覚と空力におけるさまざまな要求というのがすべてうまくブレンドして最適な車が車の設計が出てきてくると、そういうことを富額は可能にするわけですね最後にそのような富額がコロナウイルスに対してどのように戦っているかということを申し上げます でコロナウイルスが4月ですね実は不学は来年の4月まであの正式稼働はしないんですけど、まあ、その試験運用というのは始まっていてでその中でもコロナはです、ね、非常に大事なことだったのでいち早くこのプログラムを文部科学省と立ち上げてですね今、5つの提案が動いていてあのもうすぐ6つ目が動くとは思うんですけども、えー、さまざまな形でコロナウイルスに対する分析やそれに対する対処法というのを研究しています。 で一つはです、ね、左側にあるようにコロナウイルスを一個一個を原子レベルないしは分子レベルで捉えて創薬やワクチンや感染の様相などを捉えるそのような非常にこうミクロスコピックなシミュレーション。でもう一個はですねいわゆる社会的なしは疫学的にですねどのようなコロナウイルスがどのように感染していってそれによって社会がどのように影響を受けてどのようにすればその影響を最小限にできるかと。 そのような研究ですで例えば一つは、まあ、日本の方々はご覧になったことを思いますけれども飛沫感染のシミュレーションはいっぱい動いていてこれはまあテレビなんかでも放映されて非常に我が国の感染対策に役立っていると、まあ、あのもしかすると我が国で比較的欧米と比べてあの、まあ、感染者の数がそうはいってもコントロールされている一つの要因はこのように富岳によるシミュレーションで飛沫がどのように飛んでどのように防げばいいのかということに関する啓蒙が 行われているからだとおっしゃる方もいらっしゃいます。で一つはで総薬でですねあのどうやってつの薬を作るかなんですが、ただ単に薬を作るっていうのは新しい薬を作るのではなくて、現在ある2000種類以上の既存薬があるんですね例えば胃の薬だとか高血圧の薬だとかそれだ虫下しの薬だとかですねいろんな薬が今あるわけですけどそれらをまドラッグリポジショニングすなわち新たにそれをコロナウイルスの薬として使うと。 ということですね。で、そのために我々は非常にあのあの利権とま兄弟の奥野さんの地奥野けん、あのチームリーダーのチームはですね。その富岳を使って莫大な分子レベルのシミュレーションを行って、それによってその既存の薬品がコロナウイルスにどのくらい有効かというのを非常に綿密に調べています。これはあの従来の経緯ではですね。その2000の薬剤を調べるのは1年以上かかっ。1つのいわゆるターゲットプロテインターゲットに対して。 1>, 1年以上かかってでターゲットはいくつもありますから全部の行うともう何十年もかかるようなシミュレーションを、まあ、これは1個1個のインスタンスは富岳は100倍ぐらい早くなるのでわずか2日3日で終わってしまうとそのようなシミュレーションです。でこのようにですねあのぴったりこちら右側にありますようにこの,オレンジあのピンク色のこれがニクロサミドという薬剤でこれ虫下しの薬なんですけどこれがピカッタピカッ,タッとですねこの黄色い。 あのポケットにはまるわけですねここのポケットにはまるとですねこれが本当は人間の細胞にくっついて感染するのでこれによって感染を防ぐことができますで実際ですね2,000種類の薬剤をですねあのその有効性というのをプロッティングするとこのようにほとんどの薬剤は左下にあってこれは役に立ちません。右に行って上に行けば上に行くほど右に行けば右に行くほど役に立ちます。で ここにあるようにですね。ニクロサミド、あとニサドキサノイド、これもあの同じように虫下しの薬なんですが。これらの薬というのは、すでに実は海外ではち治験が走ってたんですけれども。まあ日本では実は未承認薬なので、治験、なかなかあの、なかなか治験が動かなかったんですが、海外では治験が動いていて。で有効性と言われてたんです、たんですが、なんで効くのかよく分からなかったわけですね。でこれが不学のシミュレーションで分かるようになった。それだけではなくてですね。例えば、日本で売っている。 これはは名前は申し上げられないんですけれども普通の薬剤やないしは今まであの全然これも全然違う薬剤だけど日本の製薬会社が作っていて治験に,にまだ至っていないこのような薬剤でも非常に有効性があるものがあるんじゃないかということが分かってきました。で今度は飛沫ですけどこれはあのうちの,あの坪倉さん、まあ、彼は神戸大の先生でもありますが、まあ、飛沫というのはですねやはりこう見えないのが一番不安をかきたてるわけですね。 飛かつ飛沫というのは実は大きく分けると2種類あって大きさによって2種類に分けられて一つは大きい水の玉でこれはすぐ落ちるわけですね。ですのでこう今しゃべっていて私がしゃべっていても飛沫が飛んでるんですけど大きい飛沫というのはどんどんこう前に落ちて私のパソコンのところにかかっています。しかしながらその青い部分ですねあのこのグラフで言えば青い部分これは小さい飛沫であでいわゆるマイクロ飛沫でだいたい数ミクロン以下なんですけどこれらはエアロソルと呼ばれてずっと空気中をたどります。 もちろん1個以下小さいのでウイルスの含有量が少ないんですけども下手すると何時間も部屋に漂って実はこの部屋もそういうエアロソルまあウイルスがいるかどうかは別としてそういうエアロソールではかなりまあまああの漂っているというものになります。でですねあの我々はこのようにあのシミュレーションを行ってマスクこれもいろんな素材でマスクを試したりいろんな装着条件を試したりフェイシールドこれもいろんな形のフェイシールドが どういうふういいいに役立つのかということこを検討ししたりしていますまたそのフェイスシールドやマスクというのはですねあの自分が装着した場合と他人,に装着他人が装着していて関臓、えー、の人が感染者だった場合そういうふうなあのケースがあるわけですけどもこの左側にありますように、まあ、例えばフェイスシールドやマスクというのはあの感染者に対する防御作用ももちろんあるんですがより大きい効果というのは自分がしていると実はあのほとんどの大きい飛沫というのは フェイスシールドやマスクでトラップされるので他の人を感染させないつまりソーシャルディスタンスの大幅に縮めるこのような効果があることが分かっていますただですねまあ注意しなきゃいけないのはえそれが喉にもやってくることですねでこのあたりもシミュレーションをやっていますでこのようなことは各企業と共同研究で行っていましてでえ例えばサントリー突破とはですね このように新しいフェイスシールドこの飲食と両立するようなフェイスシールドというものを研究開発して今後飲食を助けていこうというところまで研究開発が進んでおります以上になります富岳今後とも応援よろしくお願いいたします